さあ今日は先制点が立ち上がりの小林さん3分でしたね。そうですね、丸橋が200試合に花を添えたということですね。添えたと、はい、自身のね、そういう形で多分合わせるんですよ、チームメイトこういうこと分かっていいボール入れたと思いますよ。丸橋は J1 通算200試合出場、自身を祝う今日の先制点でした。前半3分、そして6分、はい、ここの縦パスサイド無理することなく引きつけてワンタッチシュートですね。やっぱりいい形なんですよね、すごくね。惜しくもクロスバー、はい、16分も長崎です。いい形で取ってここ無理してね、で距離が近いですから、トップとサードの距離が近いですからこういうことが生まれる。中村のシュートは惜しくもゴール左。そして25分です。まあ、ここも最終的にはミドルレンジからのシュートということになるんですが、磯村、そうですね、切り替えが早くてこれも澤田が絡んでますね、これもポストを叩いてしまいました、はい、そして前半終了間際ですけれども、こういう質の高い、こういう質の高いコントロールと動き出しっていうところがやっぱ J1 っていうあれを守備をきちっとやるっていうのが必要ですね。まあ、清武から高木というところでしたが、はい、ネットは揺らせず前半はセレッソ大阪1対0リード、はい、そして後半です。49分、これはセレッソのシーンです。杉本、徳重本当にポジション前に出してよく取れ守れてますよね。そして80分にもこのようなシーンがあります。右サイドからボールが回ってきて福光のシュート、そして88分には壁パスですね、杉本です。ここもねコースをよく狙ったんですが、素晴らしいですよ、変えてね、徳重がこの後にねもう一集中ですよね、裏回ってますよね。記録としては89分ということになりますが、はい、コーナーキックファーサイドからヨニッチのヘディングシュートが追加点2点目、まあダメ押し点ということにもなりました。